ないですよ。え？百葉箱空っぽです。マジで？ウケるね。夜のお散歩かな。ぶん殴りますよ。それ、取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。今度マジで殴ろう。いますね、呪い。ウソつき！六本木ですらね！地方見を持って遊びやがって！やっぱ墓とかって出やすいの？で、あのバカは？サトルは遅刻だ。バカが時間通りに来るわけねえだろ。誰もバカが五条先生のこととは言ってませんよ。僕はさ、性格悪いんだよね。知ってます。イジチ、後でマジビンタ。マジビンタ。君は狭い歩道を歩いている。目の前には応対の男子大学生。彼らは君には気づいてない。殺意が湧くだろう。うるさい。おんまたー。ち、五条悟。イタドリ君、私と五条さんが同じ考えとは思わないでください。私はこの人を信用しているし、信頼している。でも尊敬はしてません。そんなわけで、自分の任務を生徒に投げることもある。愛の無知。それはサボりたいだけでは。みんな優秀だよ。そして東京のみんなにはこちら。ハイテンションな大人って不気味ね。なあなみ、お出かけしよう。いえ、遠慮します。いや、マジで大事な話があるんだって。それは大変だ。まだ何も言ってないよ。相手を殺したり、再起不能の怪我を負わせることのないように。しかもそのムカつく男が全員家の剣を帳消しにして、俺が将来呪術師として働くことを担保に、俺たち二人の高専からの金銭的援助を通してくれた。私が内通者だったらどうすんの？ないない、歌姫弱いし、そんな度胸もないでしょ。こわ、ヒスは持てないよ。私の方が先輩なんだよ。駅はここまっすぐです。ありがとうございます。ん？で、マジでなんすか。恥ずかしいんでやめてもらえます？説明。